DOD is a non-government development organization established in 1996 to assist migrant women returnees from Japan and their Japanese-Filipino children. In 2011, we expanded our work to include domestic worker returnees from the different countries where our domestic workers work. In 2015, the United Nations granted DOD an ECOSOC status, which means that DOD can participate in consultations at the United Nations. We have two major, we have major programs among which these include the theater tour in Japan, where every year since 1998, we bring the Japanese Filipino children to perform about the situation and their lives. And also, we promote the Sikhai products that the women are doing in the Philippines. And we hope through these two major programs, two major projects, you'll be able to have a chance to interact with the DOD children and women, and also join our programs. We also have several students and professors coming to Manila for exchanges. And through these exchanges, the students learn more about the situation of the women and their children. And in doing so, they understand better the Philippine situation. So we hope that together we can work on this for our Japanese Filipino children and their mothers. Thank you very much. はじめまして。僕はモスタイラケグです。15歳です。僕はハイスクールの2年生です。僕の夢はエンジニアになることです。どうぞよろしくお願いします。はじめまして。私の名前はアルナス・ジミネです。15歳です。私はハイスクールの4年生です。私の夢はスイーツシェフになることです。どうぞよろしくお願いします。はじめまして。私の名前は小野正子です。18歳です。私は大学の2回生の学生です。私の夢は英語の先生になることです。どうぞよろしくお願いします。はじめまして。私の名前はカンナです。17歳です。私は大学の2回生の学生です。将来、会計士になりたいと思って、頑張ってお勉強しています。どうぞよろしくお願いします。はじめまして。私は池田幸也です。13歳です。私はハイスクールの3年生です。私の夢は歯科医になることです。どうぞよろしくお願いします。が響き渡り、一羽の鳥が撃ち落とされました。では、愛の物語の始まりです。Good dog! Roll over! Arf! Arf! Good! Sit! Arf! Arf! Sit! Arf! 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 Fetch! Arf! Arf! Ah!
愛というものはこの世で最も美しいものです。一匹のメス犬と一羽のオスの鶴の心にまさに愛が生まれようとしていました。ああああ彼女は走り、彼は飛ぶのだとしても、彼女は吠え、彼は泣くのだとしても、分かり合い、愛し合っていることを互いに気づいています。そこに言葉の壁はありませんでした。最も幸せな時間でした。二人の幸せが長く続くことを願わずにはいられません。でも二人は犬と鶴、暮らす世界が違っていたのです。連れて帰りたいよ。彼女は犬で前は鶴なのです。彼女のことを愛してるのなら
彼女は置いて帰りなさい。彼女を連れて行ったら彼女はボルテ死んでしまいます。一枚の羽をメス犬に残し、メスの鶴は泣く泣く鶴の島へと飛び立って行きました。二度満月の頃が過ぎて、メス犬とオスの鶴の間の子供、クレインドッグが生まれました。オスの鶴との間にクレインドッグを授かったメス犬でしたが、そばにいてくれたのは犬の国での家族でした。クレインドッグはやがて周りの犬たちとの違いがはっきりしてきました。
周りの犬たちはだんだんとクレインドッグをからかうようになりました。クレインドッグは首から上はつる、体は犬という姿をしており、食べるものは草や虫でした。いじめっ子の犬はそんなクレインドッグを気持ちが悪いとからかいます。Anong klaseng aso ka? Hindi ko makain at damo ang aso. Yuck! Ew! Hindi ko makain ng bulate ang mga aso. Wala rin kaming tuka at kakaibang leg at nakakatuhod pa kami. Ikaw, kaya mo ba yon? Tigilan mo na nga siya. Tabi nga. Ikaw, isa kang kahihiyan sa ating pamilya. Hindi ka nararapat dito. Tara na nga, imanin mo na yan. Arf! Arf! Anong ginawa niyo sa kapatid niyo? Ayaw mo ko dyan, malay ko. ツルが残した羽をお母さん犬はクレインドッグに手渡しました。Pero nasaan siya? 本当のお父さんに会いたいよ。彼のことは忘れなさい。nakatira siya sa malayong lugar. Kailangan tawirin ang bundok at dagat. Kami ang iyong pamilya. Mahal ka namin ang iyong mga kapatid. Hindi pa ba yung sapat? お母さん犬からそう言われて、クレインドッグは何も言うことができませんでした。それでも初めて知った本当のお父さんの鶴に会いたい気持ちを諦めることがクレインドッグにはできませんでした。クレインドッグはお父さんの鶴を探す旅に出ることに決めました。お父さんの鶴を見つけようと決心したクレインドッグにとっては、どんな困難も障害とはなりませんでした。クレインドッグは鶴の島へとやってきたのです。
鶴の島にやってきたクレインドッグが川で水を飲んでいると鶴の群れがやってきました。Excuse me. 私のお父さんを探しているんですか？一体みんな花子は君お父さん？違う、私は君の父親ではない。君の家族のもとへ帰りなさい。ひにゃくうえ、進んでんきた。私は鶴なの。お父さん見つけるから。ああ、ああ。今は違うんだよ。鶴じゃない鶴が。彼女はクスと虫を食べる。彼女にはくちばしがあって、私たちと世に長い首をしてる。鶴じゃない鶴。バリニョギナゴはやん。彼女は通りは減った。彼女の話し方は変だ。彼女はおかしな足で変な歩き方をする。するだけど犬だ。イスラホンイーボンレディイーボン、イスラホンアーソーレディノマンアーソー。私は犬であるする。私は何イサンガラハティマラサデルマムンド。At wala may gusto sa akin. Siguro pati ama po, hindi ako magugustuhan. O to-san? Kimi no, o to-san wa kimi ga suki de yo. Kimi wa okasu ni nita tamashii mo te iru. Kimi wa o to-san no you ni junetsu teki da.君のお父さんは君のお母さんを愛していた。でもそれはずっと昔のこと。彼には今家族がいる。妻と二人の赤ちゃんズルが。お父さん、会えて嬉しいよ。失っていた半分の私が分かった。マスヤカコンプレートな。あとは何もいいリンパ。アマ、ペテパケタマヤカ。お父さんの鶴にギュッと抱きついて気持ちを高ぶらせながら、クレインドッグは何か痛みも感じていました。お父さんの鶴は目を見開いていました。目に映るものがお父さんの鶴には信じられませんでした。他の鶴たちがクレインドッグ親子の周りに集まってきました。そして自分たちと同じ白くて強い優雅な羽がクレインドッグの体からどんな風に生えているのかと興味深そうに眺めています。私たちと同じ羽だ。でも彼女は犬。彼らが何と言っても君は素敵だよ。私の娘、君は私のようなチョルさ。湯気で情熱的。でも君は犬でもあるんだよ。忠実ですよ。ちょうど君のお母さんのように。お父さん、どうやったら飛べるのか教えて。なかとらこさまな犬が kilang tuwirit ang mga bundok at dagat para makabalik sa aking mga magulat kapatid. Ama, pwede mo ba ako turuan lumipad pabalik sa kanila?
pamilya. Hindi ka nararapat dito! Loser! 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 Sandali! Ano yun? Para para tondi kinaso! Si half-breed lang pala. At mas lalo pa naging weird ang itsura mo! Kakaiba ka! Naiba ka! Na-miss kita, ate! Tabi nga! Aray! Tara! クレインドッグと犬の家族のそんな様子を陰から見守るお父さんズルの姿がありました。愛の物語はこれでおしまいです。クレインドッグは彼女の犬の家族と暮らしています。しかし年に一度移動の時期には私たちは一緒に飛んでいて、彼女は私たちの家族と過ごします。彼女は本当に違っていてユニークです。彼女は自分自身のことをよく分かっていて、そして偉大なことを行う運命なのです。だって彼女は両方の世界をよく知っているのだから。あ